おはようございます。カリフォルニア仙人です。カリフォルニア仙人という名前改名しようかな。 カリフォルニアっていう枠組みにね。いや、地球仙人にしようかな。少しずつ広げて最後宇宙仙人にしようかな。 カリフォルニアから地球仙人一気に広がるな。もともとは埼玉の仙人からこう、まあ、ヒントというか、まあ、インスパイアされて、カリフォルニアってつけたんだけど、ちょっとカリフォルニアだけでは私を、この私の可能性をもっと広げて大きく、地球仙人に改名します。地球仙人。まあ、人、神じゃないのって。 いや、神、まあ恐れ多いんではないでしょうか。まあ名前、なんか神って名乗ってるね、たくさん最近見受けられますが、神の名前を。 このどうでしょうかね、地球仙人という名前は。地球仙人。地球仙人。宇宙仙人に一気にいっちゃいますか。宇宙仙人。宇宙仙人。もう少し地球で楽しみたいなって思いを込めて、地球仙人にしようかな。ちょっとね、地球もう少し掃除しないといけないかなって。 思うんですよね。思いませんか？どうなんだろう。みんなさんの住んでる地域は綺麗ですか？まあ日本はね、結構みんな、なんだろう、綺麗好きですもんね。だけど、それでも、やっぱ電線とか気になっちゃう。ガードレールとかね、いや、九州の方はさすがに、九州とかもっとなんだろう、それでもですよね、なんだろうな、選挙の看板とか、あれもね、まあ、いろいろありますよね、本当に。広告看板。ねえ、ああいうのもね、本当にゴミですよね。広告業ってゴミですよね。言っちゃった。広告なんだっけ、Google さん。 広告業ってゴミですよね。 なんだろうな、って思うんだよね。その
街にさ、こうなんだろう、どんな広告でもなんとか病院とかなんとか歯科とか、何を狙ってるのか、まあ役に、まあ、ある意味立つんだけどね、それをピンポイントで求めてる人には。でもその地域に住んでたら大体どこに何ね、わかるでしょう。出さ、あえて出さない方が口コミでね、あ、このお医者さんは信頼できるとか、広告にこう、どうなんだろうって思うんですよね。街の景観は決して、本当に、特にあの、なんだっけ、あの、金融、消費者金融、さらにはパチンコ、まあ、パチンコは広告っていうか、まあまあ、その存在そのもの、そうそうそう、あれが本当に街からなくなったらな、だいぶ住みやすいだろうな、なんだろうね。あとは何だろうな、電線、広告、あと何だろうな、いらないもの、いらないものっていうか、ない方が社会に、まあ、景観、街の景観、人々の、なんだろうな、この、にとっていいもの。広告、ビルにこう、バン、電話番号、ボーンとか、ない方がいいですよね。街の景観は明らかに。もっと、それよりアートにした方がいいと思う。アートと広告はね、って言いつつ、もしこれにね、動画たくさん見られるようになったら、私広告つけるんだしでしょうけど。